はい、16階級の四角の中に生きる妖精です。これは中西のカップ麺ですね。4月の23日から27日の昼休憩に食べたカップ麺及びその他ということでございまして、参りますよ。はい、参ります。ニュータッチ横浜もやしそば中華風とろみ醤油味、サンマーメンの名で愛される横浜の味。具材には国内産野菜だけを使用しました。もやし、人参、ネギ、椎茸。これはね、香りがね、中華料理屋さん行ったらよくね、香ってくるニンニクと生姜ですか、あれを一気にこう強火で炒めてるようないい香りがねしてくるんですね、これね。まあスープは中華スープですか、ですがその香りもがね、いい香りが足されてね、美味しかった。あんで、とろみも多少ありまして、はい、美味しかったですよ、これね。具材はね、そんなね、これぐらいでしたら あってもあんまり意味ないぐらいの量でしたね。もっと欲しかったですね、3倍は欲しかったですね、具材ね。まあでも美味しかった、本当にね。香り高い感じが、うん。次、日清元祖鶏ガラミニチキンラーメン、ふんわりかき玉入り、国産チキン 100% スープ、すぐ美味しい、すごく美味しいって、これね、キャラクターのひよこちゃんが言ってますね。まあ言うことはないですね、美味しいですね、香ばしいですね、チキンラーメンね、美味しい。次、日清麺日本尾道ラーメン。尾道ラーメンの特徴としましては、瀬戸内産いりこ仕様のスープ、たっぷりの背脂、中細ストレート麺、尾道観光協会推薦らしいですね、この商品ね。美味しかったですよ、尾道ラーメンはね。高速バス乗ってる時、昔、えらい昔ですけど、サービスエリアで食べて、あら美味しいラーメンだなと思いまして、それを思い出すような味でした。あのね、醤油だっててね、あの油の甘みもありまして、はい、麺はね、中細ストレート麺、やっぱりね、あのノンフライ麺で割とこんがらかしておりまして、若干食べにくさはありました、引っかかってね。いりこはそんなにね、出しゃばっておらず、いい感じでコクね、旨味深みが足されているんじゃないですか、いりこで、いりここで、いりここ、いりここでね、美味しいです。はい、次、札幌一番くんラーメン、スモークチキン味、一度は食べたい奥深いスープの味わい。これね、面白かった。これ美味しい。美味しかったですよ。うん。あのね、液体スープを、入れた瞬間ね、燻香が、いわゆる燻製の匂いですね。燻香がものすごかったですね。でも、そこまで、なんですか、いい感じで、だから、その燻香がね、スープに反映されておりまして、面白い商品でしたよ、これ。鶏ガラスープでね、に燻香が足されて、なんか深みが出て、奥深いですね、書いてある通りね。麺はまあまあまあ、なんちゅうことない細めの平たい麺でしたけど、色はね、なんか茶色っぽかったんですけど、匂ったんですね。麺に燻香はね、ついてないです、はい、スープだけでした。おお、面白かった、うん。次、ニュータッチ凄麺、静岡駿河エビだし塩ラーメン。スープには駿河湾産桜エビだし使用、火薬の桜エビは駿河湾産ではありません、茹でたてのうまさ再現って書いてありますね。と一緒に、サークル系ホットトルティーヤ、サルサウインナー&チーズ、ショートパスタリゾーニ入り。まずは、エビだし塩ラーメン、美味しかったです。すごいエビの香りすごかったですね。結構ね、だからエビが強くて、魚醤も効いてて、割とね、人によってはね、まあ言ったら癖のあるラーメンなので、ちょっと苦手っていう人もいるかもしれません。それぐらいね、エビが効いております、はい。僕は美味しかったです、すごく。あれ、桜エビいいですね、香ばしくてね、綺麗な塩のスープでね。麺は四角い感じで、ノンフライで、中くらいの麺ですかね。別段うまかったっていう麺ではございませんでしたが、美味しかったですよ、これ本当にね。で、ホットトルティーヤ、これ重たかった。あのショートパスタリゾーニっていうのは、お米のね、米粒の形をしたパスタですよね。それがね、もっさりどっさり入っておりまして、まあサルサソースでしょうね。ちょっとそんな辛くはない、辛さはものすごい控えめのサルサソースでしたね。でチーズもまあ効いておりまして、ウインナーがすごいジューシーでしたね。だからね、結構ね、食べ応え、ボリューム満載でしたね、これね。塩ラーメンと一緒に食べたら、もうお腹パン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 になりましたね。うん。まあ、美味しかったです。はい。リゾーニはね、ちょっと柔らかすぎて、よくわかりませんでした。もうちょっと食感残ってた方が良かったとは思います。次、明星シンガポールシーフードリパブリック、広東ラクサ。シンガポールシーフードリパブリック。ね、言いたいですね、リパブリック。
った。すいません。まろやかココナッツのスパイシーヌードル。日本、シンガポール外交関係樹立50周年記念の商品らしいですね。シンガポールシーフードリパブリックっていうのはレストランですね。シンガポール料理店。品川、梅田、銀座にある、マッドクラブつって、チリクラブ。一時その流行ったというか、チリクラブ味がなんか流行りましたね。インスタントとかでね。それが食べられる、そういうお店ですね。が、監修、明星さんと手を組んで監修した。最初甘い、すごい甘い感じがしまして、ココナッツ、レモングラス、スパイシーとは言いつつそんなに辛くなかったですね。美味しかったですよ。甘い感じでお揚げが入ってますね、これね。お揚げさんがね、美味しかったですよ。麺はね、日清のね、カップヌードルの麺に似てそっくり、クリソツでありまして、はい、そういう感じの麺でした。こういう感じの麺はね、平たいね、細いね、麺はね、こういうクリーミーな感じの、スープによく合いますね。これはよく合ってたと思います。あんまり好きではないのですが、ああいう麺はね。でもこのスープにはすごく合ってて美味しかったですよ、スープね。どう表現したらいいのか、まあ甘い感じで、トムヤムクンの酸っぱくないで甘くしたまろやかな感じかな、そんな感じだってと思います。はい、このシンガポールシーフードリパブリックは行ってみたいですね。チリクラブ、マッドクラブ食べてみたいです。次、エースコックタイ屋台料理ティーヌン監修元祖トムヤムラーメン、パクチーマシマシ、パクチー量3倍使用。これは去年発売された時、その品から比べると3倍ということですね。美味しかったです。麺が変わってるような、前よりものすごくしっかりしたような気がするんですけど、前の麺の方が僕は好き、変わったと思うんですけどね。もうちょっと軽い麺でしたけどね、と思うんですけど、記憶が正しければ僕はそっちの方が好きでした。パクチーマシマシはね、あんまりよくわからなかったかな。日清のトムヤムクンヌードル、あれはすごいね、ココナッツがココナッツココナッツしておりますが、これはね割と控えめで、元来のそのトムヤムクンのスープに近い感じじゃないですかね。レモングラス、パクチー、酸味がすごく強くて、まあ辛味もありまして、旨味はすごい強いですね。美味しかったですけど、僕は去年バージョンの方が好きです。まあまあ、美味しかったですよ。はあ、はあ、はあ、まあまあ、はあ、はあ、はい、はい、はい。長かった。多かった。シンガポールシーフードリパブリック行きたいですね。マッドクラブ、カニですね。シンガポ、言いたいな。リパブリックっていいですね、なんかね。なんかこう。首落ちるマジックみたいでしたね。できませんが、はい。中西リパブリック。シーフード中西リパブリック。リパブリック。リパブリック、西中リパブリ、もういいか、リパブリック。リパブリック言いたいですね。なんとなくね。かっこいいですね。始まります。今週のグランプリ。札幌一番、クンラーメン、スモークチキン味。他はもう美味しかったですけどね。なんかね、珍しい感じが良かったですね。全部今回美味しかったですよ。スモーク味っていうのが初めてだったんで、面白かった。あ、来週、ごめんなさい、どうでもいい話ですが、中西のカップヌードル、来週お休みです。もしかしたら再来週もお休みするかもわかりません。はい、ちょっと忙しくなっちゃいます。もので、ゴールデンウィークでね。まあ、ちゅうことで、まじゃ。あ、なんかそれ、見えないか。なんかそれっぽいですね、これね。まあじゃあ。